さあ山口からスターティングメンバー予想フォーメーションでご紹介します。ゴールキーパー関、スリーバックは右から楠本、渡辺、ヘナン、ボランチが上垣、田中、中盤右に川井、左が石川、そしてツーシャドウ、島谷、池上、トップの位置には高井という形で、こちらもスターティングメンバー予想フォーメーションです。ゴールキーパーが三浦、スリーバックは中川、大井、山本、則道、ボランチ山本康介、遠藤、中盤右に鈴木優斗、左が松本、そしてこちらもツーシャドウは大津、山田で、トップの位置にはルキアン、勢いを持って入れているのかなと。岩田もでもやはりね、こういう中でも落ち着いてやってるなっていう感じしますけどね。それほどバタつかずにはできてますけれども、まあ、でも今のようなミスっていうのは、お高い、ここはスピード上げた、高いだ、高い、折り返す、島谷、先制は山口、島谷が決めました。3試合ぶりのチームとしての得点。そして島谷は山口へ復帰しての初ゴールにもなります。島谷です。今これ中島さん、高井がこのスピード感持ってきました。そうですね、ここを一気に斜め前に入り込んでペナルティエリアに侵入したのが大きかったですよね、はい、それによって大井選手が引き出されて、これに対しても出してから、島谷選手出してからそこにスピードを持って入ってきて、しっかり中も伺って、少し浮かしたところもポイントでしたし、非常にいいゴールでしたけれど、ただ岩田とすれば7試合で、これまたつながっていく、石川そのまま打った、こぼれ、もう一度打てるか、石川、ここは好セーブは三浦、石川もいいシュートですが、三浦もよく触った。早かったですよね、関選手セーブして石川選手、それに対してやっぱり島谷選手、高木選手もね、周り出てきているので、石川選手一瞬シュートの、ね、タイミングもできて、こぼれ球も拾うことができたと、はい、最初ブロックは遠藤選手見事でしたけどね。いや、右に左にと遠藤、コーナーキックが続きます。意外と選手心理これ嫌なんですよね。右側で蹴ってすぐ左側に行くっていうのキッカーとしては、はい、この移動がね少し、はい、さあ遠藤です。このヘディング決まった、山本の道で追いついた、これが今の強さです。ジュビロ磐田1対1、遠藤のコーナーキック、ニアで合わせたのは山本の道の質とちょっと変わりましたよね。それまではもう少しペナルティースポットへのボールっていうのが多かったと思うんですけれど、ここではかなりニアに入ってきて、ゾーンディフェンスの山口の間にしっかりね、山本則道選手がポジションを取って、はい、うまくしっかり合わせましたよね。振るというよりは角度を変えるように。これ抜けてきた、チャンスになる、山田と自ら言ったんですが、山田並走するルキアンもちらっと確認はしたんで、島谷、おー、際どいシュートでしたが、島谷、小川大輝選手、かなり中のポジションを取りますよね。今触ったのが小川大輝です、はい、ビルドアップの時、右サイドにいた時もかなり中を取って、3バックの一角をそこのサイドに上げさせるようなポジション取りしてましたので、今は左に回ってきてますけど、その時にも、かわいいです、かわいい、かわいい、ぶち抜いた、ニアをぶち抜いた、かわいいで勝ち越し、山口2対1、かわいいが決めました、山口が2対1、打ち込んできました、ここでちょっと簡単に岩田としては裏取られましたし、川井選手もね、中を伺いながらということで、ファーサイドにね、打ちがちなところを。似合うですよね、このコントロールがゴールに向かったことでこのシュートのシーンも生み出しましたしね、完全に最後は狙う狙ってますので狙い通りですよね、ここでちょっと中も伺ってますし、はい、本当冷静にプレーできましたよね。そして松本、大森、中通す、松本、あとコンザレス追いついた、
いやゴンザレスが入ってすぐ結果を出しました。2対2ファーストタッチですかね。ファビアン・ゴンザレス、これが J リーグ初ゴールにもなります。同点ゴール、今のシーンです。まあ、ここで間使って、まあ、狙い通りではないと思いますけれども、一瞬空いた隙を見逃さなかですね、うん、まあ、ここもクロスもちょっと田中選手に当たっていいところにこぼれて、非常にうまいプレーですね。さあ残り時間はほとんどない。あーここで試合終了の笛です。2対2。まあ今のジュビロ磐田の8連勝を考えると、山口も大健闘は見せたんですが、まあ、勝ててもおかしくないような試合でしたし、この悔しい池上の表情。ただ磐田はこれで連勝は8でストップと、まあ、負けなしは12試合に伸びるという形にはなります。